ウスマヌ・デンベレは、フランスウールケンベルノン出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。フランス代表。ポジションはフォワード。2010年からスタッド・レンヌのユースチームに所属し、2015年トップチームに昇格した。2015年11月6日、アンジェイス仕様戦でプロデビューを果たし、11月22日、FC ジロンダンボルドー戦でプロ初得点を記録した。 2016年3月16日、ダービーマッチとなる FC、なんと戦で、ハットトリックを記録した。2016年5月12日に、ブンデスリーガのボルシアドルトムントに移籍することが発表された。契約期間は5年間、背番号は7番。2017年4月26日、DFB ポカール準決勝のバイエルンミュンヘン戦では1得点、1アシストの活躍で、 決勝進出に貢献した。2017年8月25日、FC バルセロナへ5年契約で加入、移籍金は1億500万ユーロ最大でその、金額の40%のボーナス、契約解除金は4億ユーロに設定された。この移籍金は2017年夏に移籍した、ネイマールに次いで高額な移籍金であり、2016年夏に、 移籍したポール・ポグバの移籍金と並ぶ金額であり、FC、バルセロナ史上最高額の移籍金である。また、年俸は、基本給で1200万ユーロで、ボーナスなどを含めると最大で2000万ユーロとなる。背番号は、そのネイマールが着用していた11番。この遺跡において、デンベレは、ドルトムントの練習をボイコットするなどして、強行にバルセロナイを要求。 練習参加禁止処分を受け、同僚のロマン・バイデン・フェラーから苦言を提出されるなど、遺恨を残した。またバルセロナに向かう際、荷物も持たずに出て行ったため、ドイツで生活していた時の家が荒廃し、裁判沙汰にもなっている。9月9日のエスパニョール戦でデビューし、アシストを決めた。2018年3月14日、UEFA チャンピオンズリーグのチェルシー戦にて、初ゴールを記録した。 2018年8月12日のスーペルコパでエスパーニャ、セビージャ戦では決勝ゴールを決めた。2016年8月29日、ワールドカップの予選に向けたフランス代表に初、招集され、9月1日のイタリアとの親善試合で代表デビュー。2017年6月13日のイングランドとの親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。